こんにちは。こんにちは。じゅんです。ゆいです。ゆいちゃん、久しぶり。久しぶり。みんなね、あの視聴者の皆さんもね、すごいね、ゆいちゃんはってね、すごい言ってもらってて。ありがとうございます。なかなかね、ちょっと時間、忙しくてね。そう、ちょっと。うん、お久しぶりなんですけど。久しぶりです。はい、今日はですね、久しぶりです。ゆいちゃんです。今日はですね、赤坂にあるマイゴルフレンジ。マイゴルフレンジ。はい、に来ております。ここは一応会員制なんですけど、ゆいちゃんここでレッスンしているということで、はい、今回ここを使わせていただいております。はい、ちょっと説明する。そうだね、うん、ここ一応365日24時間完全無人、うん、完全個室で、今月オープンしたんですけど、うん、まあもう会員制なんで、ここはまあ店員がいっぱいになっちゃったんですけど、すごっ。そう、次がね、代官、うん、山に店舗出すのが決まってて、うんうん、それが7月です。あ、そうなんですね、はい、今うちの私の、うん、レッスンは基本はマイゴルフレンジのスタジオでやってるんですけど、うんうんうん、で今日純ちゃんに来てもらってここで撮影っていう感じ。はい、じゃあ代官山、7月にオープンした代官山はまだこれから募集かける感じ。そうだね、店員ちょっとだけ増やすみたいなんだけど、うん、まあ、このゴルフゾーンの最新のシミュレーターが入って、代官山はね、左打席も、あ、そうそう、ここは右だけなんだけど、うん、左打席も、なるほど、ちょっと高めな機械にしてるってことですね。かなりめちゃくちゃいい機械で設定が辛い。すごいね。まあ、でも厳しい方が良くない？そう、ね、まあ、そんな感じで今日はゆいちゃんにね、レッスンをしてもらおうかなと思っております。はい、まあ、ちょっと何ぐるっとこう内装を紹介お願いします、カメラさん。僕？そう。ゆいちゃん、これってあれですか？あ、使えるやつ。使えるやつ。あ、もちろんこれはみんな使えるんですけど、うん、一応レディースもメンズもまあまあちゃんとしたやつを揃えてて、で今あの PXG のクラブを置いてもらうことがもう今決まってて。おお、すごいね。無料でレンタルで。もちろんここにフルセット1個 PXG のクラブが入るんだけど、多分もう都内はそんなことしてるスタジオ絶対どこもない。うん、そうですよね。ないです。すごい、めちゃくちゃすごいっすね。いいということで、早速ゆいちゃんにレッスンをしてもらおうと思います。じゃあお願いします。じゃあ今回の動画はドローとフェードの内訳をちょっとゆいちゃんに教えてもらおうと思います。はい。ゆいちゃん可愛くない？これそう、これ TFW っていう、うん、今ね、メンズのウェアとか、うん、そういうゴルフバッグとかヘッドカバーもすごい出してて、今季の夏からレディースのウェアも、うん、そう出すよっていう。なんかメンズもさ、結構シンプルで可愛いよね。あ、そう、すごいね、なんかあんまりゴルフウェアっぽくなくて、うんうん、なんだろう、ちょっと外にも普通に着ていける感じの、うん、ね、いいよね、可愛いよね、メンズ超可愛い、うん、レディースもちょっと楽しみ。いいね。今ゆうちゃんがそれいろいろやってるっすね。一緒にやってて、へ、出来上がったらまたそれ着てリンゴルフに来たい。私も来たい。お願いします。お願いします。じゃあ、内訳を、うん、で結構みんな簡単にできる内訳でやります。うんうんうん、はい、お願いします。まず最初はマンブリしない、これはもう絶対、はい、ちょっとグリップいつもより若干短めに持ってください。あ、打ち上げするとき。そう、で、まあ、ちょっと短めに持ってもらって、うん、で、まあ、いつも通り構えてもらってから、うん、まずスタンス、うん、ドローからいきましょう。はい、ドローのスタンスの時はちょっと右足引いてください。半歩ぐらいかな。で、すごい分かりやすく大げさにやるとすれば、うん、クラブちょっと外にうん、引いてください。外ってどっちか。ね、こっち。逆。こっち。そっち。ちょっといつもより外に引いて、うん、で次手前から自分の体に近いところからクラブが降りてる。うん、ね。あんまり引いて、であんまり頑張って振ろうとしないように。うんうん。おお。ナイス。大丈夫かな。もう一回やっとく。今、一応。
嫌みたいな感じだね、みたいな感じで、ちょっと大げさにね、ちょっと大げさにやるとね。じゃあ、じゅんちゃんに、はい、やってみましょうか。はい、ちょっと、一回やってみたいと思います。右足を半歩ぐらい引いて、こんな感じ？そうそうそう、ヘッドをちょっと外に出して、でこう、うん、OK、行ってみます。ちょっと待って、これがめっちゃ分かる。出た、できたかな、軽くね。お、どう、いいね、出た、今みたいな感じ、今みたいな感じだね、おー、できました。すごいね、半歩引くだけでいいからね、いいよね、これでドローが打てます。続きまして、じゃあフェード、フェード、フェードは逆に左足をちょっと引いて、おで、ドローと本当に逆、はい、右側に持って、うん、次はヘッドを自分の体の近くに引く、うーん、で、なるほど、感じですね。スタンスとヘッドの通る位置、そうだね、軌道っていうのかな、軌道をちょっとこう変えるだけで簡単にドローとフェードを打ち分けることができました。李先生、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんもぜひやってみてください。皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。李先生のレッスンがいいなと思った人はチャンネル登録とコメント高評価よろしくお願いします。お願いします。はい、バイバイ。